こんばんはです。ただいま。満員電車に揺られ帰ってきました。お疲れ様です。今日は稽古初日でございました。稽古初日だったよ。帰ってきたよ。みんなもお疲れ様。今日は帰りに HKT48 の坂本エレナさん、エレタンさんと一緒にご飯に行ってご馳走していただいちゃいました。本当に本当に申し訳ない。優しい。でかい雲が出た。ねえねえねえ、でかい雲がいる。ねえ見てほしい。反転してもいい？反転しても大丈夫かな？映ってもいいやつかな？ちょっと反転させて。ねえ、キモいキモいキモい、気持ち悪いです。見てて、ここ見て、あれ、ねえこれ、あれあれ見て見て、雲、これ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 、ねえねえ雲いるって。ねえねえキモいって。ねえでかいって。これめちゃキショキショです。無理なんだけど私行くも。初日の稽古を終えて帰ってきた、来てすぐこれはもう無理や、やばいだ。どうしてくれるんだ。はぁ、逃がしてあげた。私雲を逃がすタイプだから。なんか紙みたいなのないかな、ホテル見バレしない系の紙。あ、これにしようかな。あ、これいけそう。これで、え、こっち来よる、こっち来よるんやけど、え、こっちコン取ってほしい。ねえねえ待って待って、ねえねえ待って待って、こっち来よるって。なんか足がちょこちょこ動いてて、寝てる間に口に入るかもしれないやんだって。おいで、こっち来も、外に出してあげる。ここは自然界じゃないんだからね。自然界に返してあげるから。裏に行っちゃった。消えたにあげろ。今日から雲との同居生活が始まることになりました。勘弁。待って、後ろ壁と思ったで。やばい、私さ、え、うん、雲に嫉妬雲に嫉妬。じゃあ変わってあげるよ。私が変わるから、ここに住んでみて、雲と同居してみて。オーマイガー、雲どっか消えた。もうちょっとさあ、やめてよ雲。本当に勘弁。どこ行ったん？出ておいでよ一回。逃がしてあげるから、自然界に。私よ、冷静に。雲隠れ、そうだ、雲隠れ。どっか行っちゃいました。ちょうど今日そういう話したんだよね。昨日だったかな、昨日とか今日だかに、あ、昨日か。寝てる間に人の口の中に雲って入ってるらしいですよって話したんだよね。人生で3匹は雲食べてるらしいよ。今日がその日かも。わー、本当かは分かんない本当かは不明です
不明でございます。あ、今日はベです。ベ来てます。今日のアイスはこちらでした。今日は稽古初日だったのでちょっと奮発しました。コンビニで、しかもスーパーじゃなくてコンビニで買うっていう奮発ぶりです。ハーゲンさんです。ハーゲンダッツのこれが一番推しです。推しハーゲンです。わー、雲出た、つらい、雲つらい、どっか消えたのが一番つらい。私の歯ブラシとかにつかないことを祈る。電気ケトルの中に入らないことを祈るよ。うわー、こんばんは。ちょっとね、もうまた明日も早起きですのでね、バッグの中身が今日多すぎてさ、困ったので整理整頓して持っていくもの、といらないものがあるなって今日分かったから、ちゃんと分別していこうと思います。こんばんは、やっほー。今日は私は豚汁定食食べましたよ。美味しかったよ。エレタンさんは何食べたか秘密です。私は豚汁です。エレタンさんは秘密、プライベートだからね、秘密。私は豚汁です。現れたって、みんなみんな見て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 見た方がいいよ絶対に。ほら見てみーや、ほら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 、見てみ見てみ、ほらほら見て見て見て、ほら現れたから、雲が、ほら登らんとってほしい。向上心を認める。もうきしょいです。誰か誰か誰か助けてよよよ、助けてよよ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 。これに乗っけます。こうなんかホテルのなんかわからんやつに乗っけて外に逃がしたいけど、なんか飛び跳ねそう系雲、飛び跳ねそう、やっ飛び跳ねそう、どっか落ちたよ。どっか落ちたよ。どっか落ちたよ。やばいやばい、あいやば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 この調子で外まで行って、お願いお願いお願い、外まで行けないわ、あんた外まで行きな、あ、またまたまた、あ、またまたまた、外まで行きなって、こっち来いよ。グッドバイしました。はい、めちゃ気持ち悪かった。さよならしました。ご乱心。今日一疲れた。満員電車よりも疲れました。近所迷惑だ、多分出た。
やれ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 です。もうどうしよう、奇想本能とかって帰ってきた。え、家にもっとでかいのおるよ。この前膝の上乗ってきた。最悪、怖怖すぎる。ほい、もう本当に雲、雲は苦手です。アリも苦手疲労、疲労を感じています。やれやれ。アダンソンハエトリっていう名前なの？え、ぴょんぴょん飛んでた。なんか気持ち悪かった。思い出すだけで気持ち悪い。手が結構分厚めのやつでした。お騒がせしました。なんか動物の森みたいな言語喋ってたよね私。トラ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 って言ってた。終わりました。やれ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 です。ダナもね、タヌキチなんだけどタヌキチ、借金取りのタヌキチ。よし、明日の持ち物を整理しようと。今日一喋った。今日舞台の稽古だったのに稽古よりも喋ったわ。いやいや、ちょっとレシート整理とかもしないと。やれやれ、疲れましたな。疲れたってなんか言っちゃいけないらしいよ。頑張ったとか言う方がいいんだって。無理だよね。元気そうだ、安心。そう、元気。エレタンさんがいてくださるから本当に助かっちゃう。今日噛みまくったよ。基本読みだったんですけど、もう滑舌の悪さが出まくってた出まくってましたが、やっぱ、まあ、どんな役かはまだ秘密なんですけど、普段のパセリじゃない感じなので、見た目も中身も。だからもうそう、びっくりすると思います皆さん。でも稽古ではこれなんですよ。稽古中はこのパセリでやってるんだけど、本番とかみんなびっくりすると思います。あれ、パセリ出てきたかなと思うと思う。やばいと思います。バッグの中身整理しよう。はい、お楽しみ。パセリがブロッコリーにちっちゃい変化や。なんかいろいろ持っていきすぎてる。これおすすめなやつ、これもおすすめなやつ。荷物が多いな、減らしていこう。ティッシュも、ティッシュはいるか。喉ぬるマスク、これはウェットシート、パセのヘアピン、みきゃん、こんばんは。今日はもうショールームで大暴れしちゃいました。なので今回ゆったりお送りします。ゆったりお送りしたいと思います。私ちゃんとね、虫刺されの薬これ持ってるから、この前のロケでも役立った。サコと私でこれを塗りまくりました。マジで痒かった。今もうね、痒いの。この前のロケで刺されたやつ。歯ブラシ。
これは充電器ケース。サーヤにタンプレでもらったやつ。充電器が入ってます。はい。いろんな充電器が入ってます。はい。やばい、もう眠たい。ティッシュその2。ティッシュその3 ティッシュいっぱいだ。君に振られた最上級可愛いの。今日はヘトヘト。今日初めて顔合わせとかだったから、なんかその稽古場までの道ちょっと迷って乗り換えとかも難しくて駅員さんに聞きました。ここの今ここの駅からここで今乗り換えて次ここの駅で乗り換えるんですけど、どの道行ったらいいですかって言って聞いて教えていただいて、もう難しかった。帰りは大丈夫でした。乗り換えアプリがあるから大丈夫だったんですけど、ちょっと迷いかけました。はい、難しかったです。エレタンさんいるから心強いです。もう覚えた、完璧。昨日は寝る前にね、ときめき宣伝部さんとフルーツジッパーさんのテレビがやってて、それ見てた。それを見ておりました。めっちゃ可愛かった。めっちゃキャワキャワでした。そう、今日もなんかテレビあるかな、あるといいな。テレビつけないと寝れないからさ。そう、満員電車、ちょうど稽古が終わる時間が会社員の方とかも多い時間帯でぎゅうぎゅうでした。テレビ、うん、このサイズ慣れてきた。でも番組表の見方がね、なんか難しいです。のりたまもちゃんと持ってきたよ。あとちょっとしかないね。まだね、どこも出歩いたりしてなくて、本当はドラッグストアとかに行って日用品を買いたいんですけど、まだ行けてなくて、次のお休みとかに行こうと思ってます。なんか体重計持ってくるの忘れたのよ。だからさ、ちょっと心配。え、なんかちょっと影心配かもね。光だったらいいけどって感じです。アイス食べて頑張ってください。頑張るね。ありがとう。ね、そう、近くにあんまりスーパーがないんだよね。マイバスケットも大好きだけどなさそうだった。近くにあったらいいけど。はい、難しいですね、生きていくのは。ファンの方がプレゼントでね、東京の地図を送ってくださってて東京の路線図のマップを送ってくださってたから一応持ってきた持ってきましたね。そう、マップとなんか観光地の本みたいなのをいただいたので、それを、優しい、本当に考えてくださってると思って嬉しくて持ってきました。あと、あのファンレターも持ってきたからね。みんなからのファンレターもちゃんと持ってきてるんですよ。落ち込んだら見返して元気出します。Thank you.
でもね、もうちょっとしたら一回広島に帰る日がありそうなんですよ、今のところ。なので一旦帰る時にもうちょっと上着とかを、上着類をね、持ってこようと思ってます。結構寒いです。うん、帰れそうな日もある。いや、もともとずっとって予定だったんだけど、なんかちょっと帰れそうな日があるっぽくて、なのでその時にまたあの背景で配信できそうですよ。お話し会はね、そう、わかんないんです。広島からなのか東京からなのかわかんないんだけど、前の日に香川にいるから、もしかしたら広島だけど、もしかしたら東京みたいな、結構曖昧な感じみたいです。まだそう、まだわかんない。でもね、せっかくならメンバーと同じ場所でお話し会したいなって思ってはいます。やっほー、どうもどうもどうも。今日ね、その舞台の共演者の方にね、それ何の T シャツですかって言われてそれ何の T シャツなんですか、ベって何ですかって言われて、あ、これベートーベンさんっていうあのお笑い芸人さんのグッズなんですよって言って説明した。ベートーベンさん PR 舞台です。布教しました布教。あと今日共演者の方に、尾崎さんそのズボンって自由ですかって言われて、あ、そうです、自由のズボンを当てられた、自由バレた。自由バレしました。気まずい。このズボンあと3着ぐらい持ってきてた。毎日同じやつ履いてると思われるかもしれん。やばい。またなんかおもろいエピソードがあったらみんなに共有します。そう、みんなさん優しくて。でも今日はもうエレタンさんとずっといました。エレタンさんとお話ししてて、行きも帰りも休憩時間もずっとエレタンさんといました。なんか HKT さんの話とか、もともと HKT さん好きだったんですって言って話したりして、すごく優しくしていただいて嬉しいです、本当。から1ヶ月頑張りたいと思います。もう今日も結構脳みそがパンパンで、もう今すぐにでも寝落ちしそうな感じです。でもね、昨日もマイカの新しい新公演のレッスンとかが始まってて、広島では、で私は出れてないから、そう、そっちも同時進行で自力でやらないとねいけないのでね、しっかり脳みそ切り替えて頑張りたいと思います。そう、やっぱ初日出たいじゃないですか。いつあるか分かんないけどさ、舞台と被らないのであれば、何としてでもやっぱ自分の夢だからさ、新公演のオリジナルポジションっていうのが、だからそれが今年かかってるので、今まで叶ってない夢だから、どうしても叶えたくて、はい、マイカーもだけど、その ST の新公演の方もね、叶えたくて、それがちょっといつからかによるのでね、またそれも結構心配だったりするのですが、頑
頑張りたいなと思っておりますので、みんなぜひね、私がまた歌ったり踊ったりする日を楽しみにしていてください。お楽しみにです。待っててね。ショールームは毎日これからもするからね。今まで通り過ごしますので。でもやっぱこういう時間に帰ってきてってなるので、話す時間は前より限られちゃうかもなんですけども、でもこうやって今日はこんなことがあったよとか、そのネタバレにならない程度の話とかをできればと思うのでね、皆さんもお仕事終わりとか学校終わりでお疲れのところだと思うんですが、よかったらちょっと覗きに来てみてください。そうですね、結構なんだろう、早く終わるんですよ。結構早く終わるんだけど、早くはないけど、まあ普通に終わるけど、やっぱそっから帰りが、移動とかが、乗り換えとかいろいろ、夜ご飯買ったりとか食べたりとかしたら